しぐれはまぐりしぐれはまぐりは、むきみにしたはまぐりのつくだの一種。はまぐりのしぐれに、心しぐれはまぐりと表記されることもある。三重県桑名市の名産とされる。しぐれはまぐりはボイルしたはまぐりのむきみを、生弾きためを沸騰させた、はそりに入れ、うかしにと呼ばれる独特な方法で煮て作られる。その際、風味付けに刻んだ生姜を加える。元は、 にハマグリと呼ばれたが、松尾芭蕉の皇帝、鏡志向が、しぐれはまぐりと名付けたと言われている。はまぐり業者の初代、貝屋新左衛門が、近くに住む廃人の笹部大さんに、ニハマグリの命名を依頼したが、笹部から相談を受けた師匠の鏡志向が、10月のしぐれの降り始める頃から、にハマグリが製造されるため、しぐれはまぐりと命名したとされる。 江戸時代のしぐれはまぐり販売店の、ヨ子。スしぐれはまぐりの発祥は、伊びがわ加工の赤が漁港近辺で、江戸時代の元六年間から製造されるようになった。しぐれはまぐりにすることで、はまぐりの風味とともに保存性が高まり、土産物として、全国的に高い人気を誇った。日本各地の名産の製造方法等を調査した、日本三回名産杖や、 諸国の名物珍味を紹介した料理書、料理3会合に、ク名ナの名産として、シグレハマグリが紹介されている。ク名ナの殿様の中で、ク名ナの殿さん、シグレで、チャチャつけと歌われている。現在ク名ナ市には、海神を名乗る製造業者5社の他に、海富士、海蔵、海茂、海巡伊勢シグレ、随宝シグレ等の製造業者があり、 東海や関西の百貨店やスーパーに出店している。四日市市には、北八重本舗、会議本舗、村上しぐれ店、改造支店、海進商店がある。また、海進商店は2015年1月に、名古屋市中区近に、天然はまぐりしゃぶしゃぶ、海進商店を出店している。 またクワナから東京へ進出して、現在では、東京に本店がある製造業者もある。そのまま食べることもあるが、ご飯の上に、しぐれはまぐりを乗せ、出汁で煮出した番茶をかけて食べる料理が、クワナの俗用、クワナのとのさんにも歌われている茶々漬けであろうと言われ、人気の調理法である。しぐれはまぐりを生産している業者は、同じ製法により、アサリしぐれ、 しじみしぐれも生産している。また、白魚勾配にも桑名名物として有名である。桑名市、四日市市、川越町、東京都中央区。ありがとうございます。